しましたが、まあ、今回の、ね、防災訓練の方は、原子力発電所の、まあ、地震による、ね、また事故等のことを想定してということで、やっています。で、あそこ言ったけど、まあ、4キロしかここ離れてないので、5キロ圏外に避難するということで、一応意識としてはその、まあ、基本外にあんまりいる時間を長くしないというようなこともあるので、早歩きっていうか速やかにバスに乗るっていう、ね、あとバス降りたら素早く体育館の方に入るっていうのは意識してやってください。あ、で、これ今の写真訓練放送、訓練放送。大きな地震です。落ち着いて机の下に小さくなって隠れなさい。今大きな地震です。机の下に小さくなって隠れなさい。はい、これはそんだけ下入ったらただ入ってるだけじゃなくてちゃんと机押さえないとって言ってやってるよ。地震が収まりました。児童生徒の皆さんは椅子に座って静かに待っていてください。できるなくね。楢葉町教育委員会の方から電話がありまして、先ほどの地震により福島第二原子力発電所により事故が発生しました。連絡いたします。2時間が経過した想定で進めます。先生方、教室の状況を確認して至急職員室にお集まりください。先生方、教室状況を確認して職員室へお集まりください。はい、じゃあ静かに待っててください。これから臨時の職員打ち合わせを始めます。校長先生、指示をお願いします。はい、ただいまの地震によりまして福島第二原子力発電所に事故が発生しました。楢葉町災害対策本部から教育総務課への連絡があり、本小学校と中学校はこれから、バスでの一時避難をすることになりました。行き先は楢葉南小学校学び館です。まもなくバスが到着しますので荷物を持って避難する準備を担任の先生はさせてください。なおその際、空気中には放射性物質が飛散しているのでマスクの着用、長袖長ズボンを持っている子どもには長袖長ズボンを着用させてください。素早くバスに乗るよう指示をお願いします。バスが到着し次第放送で教頭先生が避難の連絡をします。その放送の指示に従って、先生方は生徒を安全に避難させてください。よろしくお願いします。以上です。はい、では学級の方戻りまして今の指示をお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今の地震により、第二原発の、ね、事故起きたということで、この後避難するようになりますので、荷物を用意して、席の方にまた戻ってください。あとなおマスクの着用を忘れないようにお願いします。はい、じゃあ急いで、はい、無理由できるだけ生放送で連絡します。バスが到着しました。中学校から避難します。
欠席は1名。はい。はい。バスで避難するという初めての訓練でしたけれども、皆さん本当に大変よくできました。中学生は教頭先生が避難をしなさいというふうに放送で呼びかけて、この体育館で人員点呼が終わるまで17分、小学生は16分55秒でした。小中合わせて最初の放送があって、この形になるまで21分、初めてなのに本当によくできたというふうに思います。さて、楢葉町には福島第二原子力発電所があります。楢葉小中学校からは約 4km しか離れていないところにあります。福島第二原子力発電所には約1万本の燃料が貯蔵されています。7年前、私たちは想像もついてしていなかった避難をすることになり、とても慌てました。そして必要なものを持たずに逃げてしまいました。校長先生は小高中学校というところからまっすぐに逃げたので、自分の家に帰らずに逃げたので、食べ物も着替えも何もなくて避難し、とても困りました。だからもしもに備えて訓練をすることは、皆さんの安全を守る上でとても大切なことです。原子力災害が起きると放射性物質が空中に飛びます。そこで私たちは安全のためにまず原子力発電所から5キロ以上離れたところに、逃げましょうというふうに決まっています。楢葉小中学校が指定されているのはこの学び館です。学び館に避難した後は保護者の方がお迎えに来るのを待って引き渡しをしていただいて、家族の方とお家に帰る、または次の場所に避難するということになります。お家に帰るか、それとも次の場所に避難するかというのは楢葉町役場で決定します。もし次の場所に避難するというふうになった場合には、その行き先は会津三里町というところに決まっています。訓練をしておけば、いざという時に慌てずに行動することができます。学校にいる時に避難する場合には、先生の言うことをしっかりと聞いてください。今日のようにやってください。もしお家で災害に遭った時は、町の放送、町の広報をよく聞いて、そしてテレビやラジオの報道をよく聞いて、家族で力を合わせて落ち着いて避難してほしいと思います。そのために日頃から家族で地震や津波が来た時はどうする、大雨で洪水になった時はどうする、火事の時にはどうする、原子力災害の時にはどうするということを話し合って準備をしておくことが大切です。私たちはどんな災害に対しても自分の命は自分で守るということを心しておきましょう。私たちは7年前にまさか原子力発電所事故が起きないだろうと思ってたので、こういった訓練はやったことがなかったんですけれども、これからは全てのことを想定して防災教育をしなければいけないなと思っているので、今日の訓練はやる価値があったなと思います。普段の訓練でしたら、とにかくいち早く履き物も履き替えず逃げるというのが普通だと思うんですけれど、今日は持つものは全部持ちなさい、上履きも持ちなさい、つまりここからの避難がある程度長期になることを想定して避難をしました。そういったところがやはり普通の避難訓練とはまた違うものだったんじゃないかなというふうに思います。もうもしかしたらしばらく戻れないかもしれないということを想定した避難です。やはり子どもたちは小さかったとはいえ、7年前の恐怖心は少なからず頭のどこかにあると思います。ですから思いもかけず逃げてそのまましばらく帰れなかったっていう思いはあると思うので、私たちはこの訓練をやること自体に躊躇した部分はありました。だから子どもたちもやはり原子力災害って聞く場合には他の訓練とは違った思いがあるんじゃないかな。それは教師も生徒も同じだと思います。